い、今回はミスター M さんのガチンコマッチョクラブ憧れの肉体ベスト10をねご紹介いただきました。いや素晴らしい、分かりやすかったですね。まずドラゴンボールの中にね憧れがいるっていうのも確かにそうですよね。私の場合は北斗の拳とかね男塾だったかもしれませんけども、うん、でもあの孫悟空とかねヤムチャとかとってもいいんじゃないかなと思います。特にヤムチャねやっぱ声渋いですよね。はい、またねドラゴンボールの図面見たいものでございます。でその他にねシルベスター・スタロンさんとかシュワルツェネッガーやっぱりランクインしててよかったなと思います。私も同じ気持ちでね、2人の肉体を見てそれから映画のね出来とかね、うん、やっぱあそこで、ま、教わる男の子としての友情ってのは結構大きかったかなと、情熱ってのは大きかったかなと思うわけなんですよね。はい、それからですねアンディ・フグさん、合言葉はリベンジと、代名詞はリベンジということでございましたけども、やっぱりねミスター M さんも感じてらっしゃるかもしれませんけども、よし復讐してやるぜと思ってねトレーニングするんですよね。トレーニングしているうちに復讐なんてどうでもよくなるんですよね。どっちかっていうと、うん、どっちかっていうと自分の内側に対して挑戦するエネルギーの方が大きくなって、その力をね何かの復讐に使うのがもったいないというか安っぽく見えてくるんですよね。最初は確かにねやり返してやるってつもりで、強くなったら復讐してやるぜみたいな気持ちで取り組むんですよ。それが最初のモチベーションになるんですけども、やっていくうちにだん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 ねそういう気持ちが薄れていって、自分の肉体への挑戦の方が大事なんじゃないかなと思えてしまうんですよね。でこんなことを自分のトレーニング結果をムキムキになった体をそんなねやられた復讐に使うっていうのが妙に安っぽく感じられてしまうんではないかなと思います。そういう意味では初めの一歩のね幕の内一歩くんというかな、かなり参考になるかなと思うんですよね。最初はいじめられて、それからまあボクシング始めるんだけども、ボクシングをやるにつけ、うん、なんかね不良グループとだんだんね打ち解けていくっていうかね、うん、すごくいい物語ですよねあれもね。ちょっと全巻買ってみたくなりましたね、まあアニメがありましたんでアニメをしっかり見させていただきましたけども、はい、それからねランクには出てこなかったんですけども、今日番外編ということでお二人ね、ちょっとお話しさせてください。ミスター M さんもご存知でしたら何かしらのコメントをまた動画でいただけると幸いです。一人がねマス大山です。言わずと知れた極真界の神様ですね。私も極真空手の方に入門してマス大山っていう名前をしっかりとねその受け止めることになったわけですけども、いやもう超人ですわ。超人すぎてねもうね目がね合わせられないですね、うん、まあそういうマス大山っていう偉大な方のね極真界の総裁の心が私の胸にまだあるわけですけどね。それからあれです、最近の YouTuber の中でプロタンっていうのがいるんですよ。プロタンっていう YouTuber ですごく人気でですね、たくさんがっつり食べる動画だったりとか筋トレの動画だったりのやってくれるんですけども、なんかねたまにはねなんか可愛らしく女の子みたいに女装するシーンもあったりとかして、すごくねチャーミングで、顔は童顔なんですけども体はもうね鋼のボディみたいな感じで、うん、すごく私もね動画好きなんですけどもね、うん、ミスター M さんはどんなね YouTuber さんとか好きかなとかね思います。まあマス大山とプロタンさんね、このお二人ご存知でしたら何がしかコメントでいただければ幸いです。それでは。